色覚異常とは、人の色覚が正常色覚ではないことを示す診断名である。色毛、色覚特性などとも呼ばれる。2017年9月から日本遺伝学会により、色覚多様性という呼称が提唱されている。正常色覚とされる範囲は、眼科学によって定義される。要因が先天性である場合を、先天性色覚異常、後天性である場合を、 高点正規格以上と分類する。先天性正規格以上を持つ人は、日本においては男性で約5%、女性で約0.2%の割合であるが、フランスや北欧では男性で約10%、女性で約0.4%であり、アフリカ系の人では2の4%程度である。人間の衰退細胞と肝体細胞が含む、 脂物質の吸収スペクトル衰退細胞を全く持たない場合、および SML のいずれか一つしか衰退細胞を持たない場合に発生する。発症は数万人に一人と少ない。全く衰退細胞を持たない場合は、本来暗い光を感知する寒体細胞にのみ視覚を頼る形になる。暗いところでは正常識覚者でも色がわからなくなる。ほか、 細かい形状が分からなくなるが、衰退細胞が全くない場合は、明るい環境でもこの状態になる。つまり、色が全く識別できないほか、弱視などの症状がある。視力は0.1程度。近視などと違い網膜の問題であるため、メガネでは、色覚も視力も改善しない。また、明るすぎる環境では、肝体細胞が正常に働かず、さらに視力が低下する。 これに対しては、サングラスや遮光眼鏡で対処する。S 水体のみを持つ場合、もともと S 水体自体の数が、M 水体、L 水体に比して、非常に少ないため、全く水体を持たない場合とあまり変わらない症状になる。視力は0.3程度。M 水体、または L 水体のみを持つ場合は、色の識別はできなくとも視力はいいが、極めて稀である。 ミクロネシア連邦のピンゲラップ島は12人に1人を一式各社が占める島である。これは1775年頃に島を襲った電気駅台風によって人口が20数人にまで減ってしまい、その生き残りに一式各社がいたため、孤立した環境で近親婚を繰り返した結果、一式各社の割合が高くなったものである。一式各社は 暗い場所で微妙な明かりを見分けることができるとされている。このため、ピンゲラップ島において一式各者の人々の多くは、夜釣りの漁師として働いている。先天式格以上の中で最も多く存在し、赤系統や緑系統の色の弁別に困難が生じる人が多いとされる。色の弁別に困難が生じるだけで、視力は正常である。日本人では、男性の 約5%、女性の0.2%が先天赤緑色覚以上で、日本全体では約290万人が存在する。北欧にルーツを持つ男性では約8%、女性では約0.4%で先天赤緑色覚以上が見られる。脊椎動物の色覚は網膜の中にどのタイプの衰退細胞を持つかによって決まる。魚類、両生類、 爬虫類、蝶類には4タイプの水体細胞を持つものが多い。よって、これらの生物は、長波長域から短波長域である、近視外線までを認識できるものと考えられている。一方、ほとんどの哺乳類は、水体細胞を2タイプしか持たない。哺乳類の祖先である、爬虫類は4タイプすべての水体細胞を持っていたが、2億2500万年前には、 最初の哺乳類といわれるアデロバシレウスが生息し始め、初期の哺乳類は主に夜行性であったため、色覚は生存に必須ではなかった。結果、4タイプのうち2タイプの水体細胞を失い、青を中心に感知する S 水体と赤を中心に感知する L 水体の2水体のみを保有するに至った。これは、赤と緑を十分に区別できない、いわゆる赤力色盲の状態である。 この色覚が、哺乳類の子孫に遺伝的に受け継がれることとなった。人を含む、旧世界の霊長類の祖先は、約3000万年前、X 染色体に、L 水体から変異した緑を中心に感知する、新たなタイプの水体子物質の遺伝子が出現し、ヘテロ接合体の2本の X 染色体を持つ、メスのみが三色型色覚を有するようになり、 さらにヘテロ接合体のメスにおいて相動組み換えによる遺伝子重複の変異が起こり、同一の X 染色体上に2タイプの水体子物質の遺伝子が保持されることとなり、X 染色体を1本しか持たないオスの三色型式核を有するようになった。これによって第3の水体細胞が再生された。三色型式核は果実等の発見に有利だったと考えられる。 時代を下って人の色覚の研究成果により、人が属する競技しためのマカクザルに色毛が人よりも非常に少ないことを考慮すると、人の祖先が狩猟生活をするようになり三色型色覚の優位性が低くなり、二色型色覚のトータ圧が下がったと考えられる。色毛の出現頻度は競技しためのカニクイザルで0.4%。 チンパンジーで1.7%である。新世界ザルは、ヘテロ接合体の X 染色体を2本持つ、メスのみが三色型四季核を有し、オスはすべて色季毛である。これは、強技した目のような X 染色体上での騒動、組み換えによる遺伝子重複の変異を起こさなかったためである。人は、 上記のような例長目協備した目の総線の X 染色体の遺伝子変異を受け継いでいるため、M 水体を欠損した X 染色体に関連する赤緑色毛が反性劣性遺伝をする。男性では X 染色体の赤緑色毛の遺伝子を受け継いでいると色毛が発現し、女性では2本の X 染色体とも赤緑色毛の遺伝子を受け継いでいる場合に色毛が 発言する。衰退神経のうち、青衰退系の異常により発生する。先天的な成功式覚異常は非常に稀である。正常式覚者でも青衰退の数は少なく、そこからの情報は補助的にしか利用していないため、生活上の不便は全くと言っていいほどなく、本人も周囲の者も,のも気づかないことがほとんどである。学校でかつて全員に行われていた。 色覚検査でも、赤力色覚以上の検出に主眼を置いていたため、発見される機会も少なかった。強度の成功色覚異常の場合、かすかに緑がか,かった黄色と、青紫色が中性点となる。しかし、赤力色覚以上での中性点が、日常的に同明度で区別を要する状況が品質するのに対し、黄色と青紫が同明度で使われることはまずあり得ない。 また、緑と青の区別も難しいが、正常者でも、青と緑は区別しない傾向にあるため、周囲のものも気づかないというだけである。逆に、赤力式覚以上のものにとっては、青と緑は全く違う色に見え、正常者が区別しない傾向にあることを不思議に感じることが多い。 逆に言えば、正常色覚は、青と緑の判別力が相対的に弱いと言える。また、成功色覚以上の人は、赤から緑にかけての色の識別は問題ないものの、緑から青にかけての色の識別は、正常色覚よりも劣る。青衰退が欠損しているため、波長410ナノメートル前後の光を吸収できず、厳密には紫身を帯びた青は黒く見え、 黄色は白く見えるようになる。正常色覚、RGBW1 型に色覚、RGBW2 型に色覚、RGBW3 型に色覚、RGBW 実際の患者によるヒアリングによると3型は絵のように青が、ここまで黒くなくもう少し青く見えることが最近わかった。衰退細胞の異常の有無と現れる。 色覚異常の関係を表にまとめると下記の通りである。本説は未記述。中央参照のこと。色覚異常があると数字などが読めない指標や、色覚異常がある場合とない場合で違うものが読める指標。色覚異常者には読め、正常色覚者には読めない指標を読ませることで、色覚異常を検出する。感度が高くほとんど正常に近い色覚異常でも、検出できる。 色覚特性に対する高い検出力、検査の簡便さや準備の手軽さ、低費用などの長所があるため、色覚検査で最もよく使われる方法の一つであり、精密検査で他の色覚検査法に先立って行われることも多い。石原表が有名で、世界的に用いられているほか、標準色覚検査表、東京医大表などがある。 カラーセロファンなどの一般的な色フィルターをかざすことで、色覚検査表を判読することができる場合がある。赤力異常の評価に頻用される。緑の光と赤の光を混合すると黄色く見えるが、これを黄色の波長の光を見ながら同じく見えるように混合比を調節させるものである。赤力異常を持っている場合、正常人に比べて、 混合比がどちらかに大きく偏る傾向が見られる。連続した色相の15個のチップを色が連続的に変化するように並べるものである。ある2色の区別がつきにくい場合、それ以外の色の変化のみに着目した配列にしてしまうため、色覚以上の種類、程度を判別することができる。航空業界や船舶業界では石原表と合わせて検査に使われている。 かつて色盲と呼ばれたことから白黒に見えるような誤解があるが、それは稀な全色盲の場合である。先天色覚異常の大多数を占める赤力色覚異常の当事者は有才色を感じ取っている。先天色覚異常者の色弁別脳は正常色覚者の色弁別脳に劣る。しかし、軽度の先天色覚異常者の色弁別脳は 日常生活で不便を感じる程度のものではない。以下のような色の組み合わせの例は、正常色覚者と先天色覚異常者とで見分けやすさが異なる場合が多い。正常色覚者にとっては同系色でない色彩の組み合わせを先天色覚異常者が同系色と認識する、あるいは色相を特定できないなどといったことが生じる場合がある。 狭い面積に配色されたものはより判別しにくくなるなど色彩以外の条件も影響する。なお、以下の色彩は各々のコンピュータやディスプレイの設定、特性に影響されるため参考程度に捉えるべきである。また、これらは先天色覚以上の説明のためのものであり、色覚以上の判定に用いることは不適切である。大雑把に言えば、明度が近い場合に、 赤っぽさと緑っぽさを混同しているように見える。一部の色が区別しづらいだけで日常生活には、ほとんど影響がないと言われるが、信号の色の判別が難しい、肉の焼け具合がわからない、顔色がわからないなど、人を自社に知られていない部分も多い。また、色毛、異常などの言葉の誤解ゆえ誤解、理解不足による偏見を招き、 社会生活の多くの面で制限を受ける場合が多い。日本の小学校では全児童を対象に石原表を用いた色毛検査が行われていた。1994年以降は4年時における一回だけになった。後に文部科学省は色核異常についての知見の蓄積により色核検査において異常と判別されるものであっても大半は 支障なく学校生活を送ることが可能であることが明らかになってきていること。これまで、色覚異常を有する児童生徒への配慮を指導してきていることを理由として、2003年度より、色覚検査を定期健康診断の必須項目から削除した。学校内で必要に応じて、色覚検査を行うことについては、日本学校保健会は、学習指導や、 進路指導に際して、色覚異常の児童生徒を配慮するために、検査の実施を必要とする考えから、色覚検査の任意実施を認める姿勢にある。また、日本眼ン会会は、2013年の調査で、色覚異常の子供の半数が異常に気づかぬまま、進学、就職時期を迎え、その6人に1人が、進路の断念などのトラブルを経験していることが分かったことから、 希望者には小学校低学年と中学1.2年で検査を実施するのが望ましいと訴えている。平成26年、文部科学省は学校保健安全法施行規則を一部改正し、事前の同意を得た上での個別の検査、指導などの働きかけを適切に行い、保護者などに指揮覚に関する周知を積極的に行うように通知した。この通知は、 学校での色覚検査の取り組みを積極的に進めるようにとの趣旨と解釈され、学校では平成28年度から児童生徒に色覚希望調査表を配布し、希望者に色覚検査を実施することになった。雇用者については、労働安全衛生法で義務付けられた雇い入れ事件康診断の必須項目の中に色覚検査が加えられており、 実際に行われることは少なかったものの、法的には新規採用社員は、指揮覚検査を受ける必要があった。この義務は、採用を制限しないよう指導する目的で2001年に廃止された。以前は、多くの大学が入学制限を課しており、中には、医師免許の取得には、昔から指揮覚による制限がなかったにもかかわらず、入学者選考時に、 資格制限を課す大学が多く存在した。1993年以降、ほぼすべての国立大学で資格による制限はなくなり、私立大学もそれに準じている。常述の通り、雇い入れ時健康診断における資格検査は廃止されたが、これは雇用者が任意に検査を実施することを禁ずるものではなく、企業によっては制限を課しているところもある。 厚生労働省はという指導を行っている。しかし実情としては同じ業種であっても、色覚制限の有無は企業によってまちまちである。日本では偏見が薄れ、少しずつ改善傾向にある。学校の健康診断で、色覚検査は2003年に行われなくなったが、これ以降の世代は自身の色覚について知る機会がなく、 四季に制限がある職種の採用試験で発覚するという事態も起きている。日本眼科会では、鉄道運転士、染色業、塗装業、適定実験を伴う業務、色調整、色構成が伴う業務については、異常三四季角であっても就業が困難とし、パイロットや鉄道、航空関係の整備士、商業デザイナー、警察官、看護師、獣医師、 カメラマン、食品の鮮度を確認する作業が伴う、業務、美容、副飾関係の業務については、西企画での就業が困難としている。また、医師や薬剤師、利用師、電気工事師、教師などについては、本人の努力が必要としている。このため、日本眼ン開会は、進路選択前に、色覚検査を受診することを推奨している。絵画など色を使う。 芸術分野への就業は不可能ではないが、色の判別ができないことは足かせとなるため、安藤正樹のように白黒で済む漫画家を目指す者もいる。また石森章太郎は漫画家入門において色が判別できなければ他人に塗ってもらえばいいとしている。運転免許については信号機の色が弁別しづらいために取得できないという誤解があるが、普通自動車免許については赤、黄。 青の三色を弁別できれば取得できる。運転免許が取得できるにもかかわらず、バスの運転手では採用しないケースもあったが、色覚補正レンズの使用を認める例もある。船舶は原則等として、左舷側には高灯、右舷側には緑灯の装備が法定されており、積力式網は致命的であるが、会議士はパネル D15 テストで正常とみなされれば受験。 可能である。また、水先法施行規則によれば、水先順になるためには色網、または強度の色弱でないことが求められる。2004年からは、小型船舶操縦士は、強度以上であっても夜間に、原則等の色が識別できれば、免許を取得できるようになった。動力者操縦者免許試験では指揮確、色覚に異常のあるものの受験を認めていない。根拠法は、 国土交通省が定める、動力者操縦者運転免許に関する省令による。また運転士以外の運転業務に就く際にも、色覚が正常である必要がある。なお、鉄道会社では、運転業務に就く可能性がない非常勤採用などの場合を除き、採用時に、色覚検査を行っており、色覚に異常のあるものは、鉄道会社への就職はできない場合が多い。 航空機の一等は、左翼端が赤灯、右翼端が緑灯、上下が赤色の先行灯であるため、船舶と同じく、赤緑式網は致命的であり、操縦士は石原表で正常範囲と認められない場合は、不適合となるが、パネル D15 テストの検査と眼科の専門医の判断により適合となることもある。航空管制官採用試験では、式覚に、 異常のあるものは不合格となる。航空業界では法的に定めがなくとも航空整備士や地上支援業務を行うグランドハンドリングなど航空機に接近する職種での採用は厳しくなっている。自衛隊では航空機関係と潜水艦乗陸組員には特に厳しい資格覚制限があるがその他の職種についてはパネル D15 テストの結果が正常であれば 入隊化とされている。これは、防衛医科大学校の医官が実際に自衛官の各業務の内容を実地に精査し、指揮以上の隊員等の勤務成績も勘案した結果出された判断であって、その後10年間の追跡調査でも、指揮以上の有無による勤務成績の差は見られていない。毒物及び劇物取締法によれば、指揮のものには、 特定毒物研究者の許可を与えないことができる。警察官採用試験は自治体により異なっていたが、最後まで残っていた沖縄県が2011年6月に制限を廃した。徴兵検査では多くの国で詳細な指揮核の検査が行われてきた歴史があり、日本では石原表が官民で広く用いられていた。男性、約22人に1人いる新潟指揮核の場合には、 平会色の中に区別できないものが何種類か存在することになり、軍務を行う上で重大な欠陥として扱われてきた。このため新潟式核は兵役免除の対象になった。例えば、新潟式核の混同色である大色と黄緑色は、ドイツ軍では前者が憲兵、後者が総合的弾兵部隊を表していた。 徴兵制が世界的に行われていた時代には身体的欠陥による徴兵不適格者は社会的にあらゆる場面で差別を受けたため色覚異常は過剰に障害として問題視されたが現代では閉化色自体があまり使われなくなったことや誤認を防ぐ色分け方法の発達などによりそれほど問題とされなくなったデザインの分野では色覚異常者に 重要な表示が読みづらくなる可能性を考慮して特定の色使いを避けることが推奨されている。ウェブサイト設計においては全景色と背景色の色差、明度差を一定以上にするよう W3C がガイドラインを示している。これらの対応を行うことにより色覚異常があっても読みやすい表示ができるという説がある。加えて白黒表示環境など多様な環境からの アクセシビリティを確保できることにもつながると考えられ、バリアフリーの範疇に含まれる手法とみなすことが可能となる場合がある。2012年2月、東京都芝郵便局前交差点に試験設置された信号機。赤信号にピンク色で印を表示している。交通信号機では LED 化の影響で四覚角以上の人が以前より、 色の判別をしにくくなったとされるが赤信号に特殊な LED で印を表示することで色覚異常の人が赤と高信号を判別しやすいように配慮されたユニバーサルデザインの信号機が開発されている状態を表示するために二色 LED を使用している電子機器においてその多くが赤と緑の組み合わせであるため 色覚異常で最も多い赤力色覚異常の人には状態を判別できない問題がある。その後、青色 LED の実用化に伴い、青とアンバーや青と赤の組み合わせの二色 LED も製品化されている。日本においては、神経などの治療家や医療研究科による先天色覚異常は治療可能であるという主張があり、その主張を支持する医師、研究者、 当事者らもごく一部に存在する。しかし、眼科学において、先天視覚異常が治療されたとみなされる例は、現在のところ報告されていない。一方で、対処療法ではあるがサングラス型の視覚補正メガネが2012年からインクロマより販売された。アマゾンからも各種の視覚補正メガネが発売された。だが、視覚補正メガネはあくまでも色のコントラストの 認識が向上するのみであり、原理的には狩猟用メガネと同等の働きしか持って、おらず健常者が認識している色を実際に見えるようになるわけではない。ありがとうございます。